まあ少し痛い敗戦になってしまったのかなと思います。そうですね、4コート仕掛けて、そうですね、前例のある展開ではあったんですけど、そうですね、なんというか、まあ、互角をまあ保つというのが少ない変化になって、まあ、その中で少し、まあ、そういう手を選べなかったところがいくつかあるのかなという気がします。そういうところで、ちょっと最後は、少し乱れてしまって、そこは残念だったかなという気がします。まあそうですね、昇級に関しては、まあ、他力という状況にはなってしまいましたけど、まあ、そうですね、それでも、まあ、最後の一戦に全力を尽くしたなというふうに、はい、思います。まあそうですね、昇級を目指す上では、まあ少し、まあ、痛い敗戦になってしまったのかなと思います。まあ結果として、まあ、指定で上がることができれば、まあ、一番いいなと思うのはもちろんあったんですけど、まあただ、それでも対局に、まあ、臨む上ではそういうことは、まあ、一切意識しないようにと、はい、なってました。